古巣のガンバ大阪の突撃してみたいと思います。おばんざい、絶対全力、絶対全力。おばんざい、おばんざい、おばんざい、バーン。本日はですね、古巣のガンバ大阪の練習場とスタジアム、クラブハウスにちょっと突撃してみたいと思います。いや、練習を見るのはこれ久しぶりですからね。おばんざーい、おばんざーい。高木和道、190センチぐらいある男が今トップのコーチしてますから、こういうの出たがらへんけど、後でちょっと話聞こう。コーチとかはこうやって練習前にいろいろ今日どういうメニューするから、どういう風に準備をするとか、結構これ練習始まる前にやってますんで、おばんざーい。結構ええ感じやな。ニュース来そうやな。こういうアカデミーから上がってくるのがね、やっぱりこういいことやね。おばんざい YouTube。 おばんざい YouTube。 ありがとうございます。おはようございます。あとで話聞いてます。はい、よし、よろしく、よろしく、よろしく。よし、ベナスディアス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 。おばんざーい。大黒さんが、明神さんも向こうで見てますし、アカデミーのストライカーコーチ、はい、ユースの、はい、ジュニアユースの、はい、監督目指してねんもんな。はい。はいしか言わない。将来はもちろんガンバの監督に。いや、まあそんな、まあ、考えてないですけど、まあ監督業。監督業、はい、今年から S 行くんでしょ。はい、S 級ですよ。18歳と17歳で2トップとか組んでたもんな、ね。うん、船越さんのゴールをね、無人のゴールに入るそのところをね、横からバーさんが走っていって詰め込んで、オフサイドってなったら俺あれに衝撃を受けてたんですけど、最後、俺が点取りたいから、雄三さんのゴールにせずに俺が点、もうバーって触ったらオフサイドになって、雄三さん怒ってたね。何してんねんって。その出来事がなかったら今の、はい、あの代表で結果残した大黒はなかったということやな。そうですね、バナさんからあのそういう姿勢をもらいました。でもそれアップの時もやばかったんですよ。バナさん覚えてへんやろ。バナさん、うん、走りながらブツブツ言ってるんですよ、うん、何言ってんのか聞こえへんから、うん、走って、うん、何言ってんのか聞いたら、うん、絶対出んのか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 、で、オフサイド。オグリが監督やりたいとかって言ったらさ、なんかそんな無理やろみたいな感じで言ってたけどさ、俺はオグリはええ監督になると思ってるから。おばんざーい。中川が基本的にディフェンスの選手たち、でビブスなしが攻撃の選手たち、でもどっちもやるから、この攻撃の選手たちもディフェンスやるから、で守備の選手たちも攻撃をやる。まあ8対8、まあ、キーパーいるで9対9やりながら、まあ、いろんな課題が出たところで、小屋田監督がまあ、こういう風にやっていくんや、ああいう風にやっていくんだっていうのを結構こう教えながら、まあ、こういうのをやりながら、小屋敏監督はこういう風にしたいと、で選手たちも
こういうふうにやっていくんだというのをやりながら、まあ、こう成長させていっている。自分たちのサッカーはこうしていくんだっていうのを作り上げていってる段階ですね。おばんざーい。さあ練習終わりました。誰がおばんざい屋に出演してくれるんでしょうか。はじめまして。どう。一番最初ね、アンダー17かな、17の解説してたのよ。で、最後出られへんかって、はいはい、負けた時あれがね、やっぱね、痛かったのよね。ガンバ来てどう今。ガンバ来て、そうですね、充実した。充実してる。ちょっとこの都会どうですか。はいはい、最初はやっぱちょっと慣れないのが多かったですけど、今はだんだん慣れてきた。まあガンバ来てこの、まあ、J2 から J1 に挑戦するっていうのは勝負やみたいなの。心地のいいところにいてはもうダメだろう、うん、ああなるほどね。強い気持ちを持って、ああ代表選ばれました。どうでした。びっくりしました。びっくりしました。どう知ったんですか、代表入った。中口さん、強化部長、強化部長に呼ばれて。いや、その時中口さんちょうどいなくて、で連絡が来てて、それを見てしまった。そうなの。はい、早いな、でも21で入るって。おばんざいってちょっと元気でやってくださいよ、おばんざいって。どういうことですか。おばんざいってやってください。いいですね、おばんざい。いいですか。おばんざい。あ、これはいいですか。恥ずかしい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 。いやでも頑張ってください。はい、ありがとうございます。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 おばんざーい。ほら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 元気ほら元気元気ほら勝ったのえ。はじめまして、ブエノスディアス。ブエノスディアス。ブエノスディアス。すげえ。お前エランフォワードだけで頑張ったか。頑張った。偉大な選手。どうですか、ガンバに来て。Bueno, bien. La verdad que yo estoy, estamos muy contentos. Sinceramente, sin pensar en los resultados, lógicamente. Yo creo que, bueno, estamos intentando cambiar la dinámica, el estilo del equipo. Ser un equipo, bueno, lo que creemos que es todo Gamba, ¿no? Un equipo más dominante, un equipo que controla al rival, que tenga el balón, un equipo grande. Coach とはもうずっと一緒にやってるんですか。Empezamos juntos en el equipo de barrio, para el FC Barça, a Barcelona. Yo fui al español de al español al otro club. Barcelona のね、ライバル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 。その時は握手してたの。Solo una vez, solo una vez. Porque estábamos en diferentes categorías. Yo ya también estuve en el Real Madrid y también, bueno, pues ya.Mantenemos la relación desde ahí. Yo vino la opción de Panathinaikos, me vino la opción de Panathinaikos. Tuve, bueno, le llamé del Barça y del Madrid juntos. Gamba ser eso. 4 años. 44. 41. 41. Senpai. Primero, yo hablo por mí. Primero es muy buen amigo mío, con lo que casi como un hermano. O sea, cuando tengo algún problema, cuando me siento mal, él me conoce bien. Como profesional, no me gusta decirlo delante de él, pero es muy bueno. Como hermanos también tenemos nuestros momentos de roce, ¿eh? Pero es normal. También como hermanos, también hay momentos de... やっぱチーム全体の雰囲気がすごくいいっていうのは、それはもう監督とコーチが作られてるんじゃないかなと思いますけど。Cuando están como mirando. También, bueno, él ha sido jugador. Cuando entras en una dinámica de una temporada tras otra, entrenamientos, rutinas, bueno, a nosotros como entrenadores nos preocupa que... Miraremos, seguiremos. Te estoy mirando. ¡Ah!ありがとうございます。No, no, no nos critiquen mucho, eh? でも批判しないでください。応援してますから。お二人もシェーン。ありがとうございました。ありがとうございました。おばんざーい。よう見ますけど。インスタでバーン流れてきますよ。おばんざい。出てくれますインスタ。いや、やめときます。なんですか、なんですか、なんですか。外れちゃったみたいなのって。いや、悔しかったです。ねえ、はい、ねえ、もちろん
悔しかったですけど、うん、まあ、まあ現状そういう評価で、うん、まあもう取り返すしかないなぐらい。かっこええな、争う人が来るっていうのをやっぱこう聞いたりとか、はい、まあ、去年ぐらいね、はいはい、なるとおって思うわけでしょ。そうですね。ね、はい、うん、こういうことも想定はどうしようかなと思ってます。え、今何歳になったの？今年7です。 7です。全然大丈夫？全然大丈夫ですね、今のところ。おー、まあ、まだまだキーパーもなんか結構みんな上がってきてるからね。そうですね、ね、大丈夫みたいな感じになってきてるもんね。まあ、エイジさんしかり。確かに、まだやってる。やってる。まだやってる。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだ。おばんざい。言わんねや。おばんざい。おばんざーい。おばんざーい。ありがとうございます。おばんざーい。これは福田選手も来ましたよ、これは。どうですか、最近は。ちょっと、相手にアシストしたんで、味方にアシストできる。いやいや、いいゴールも決めたやん、だって。まあそうですね、チャラっすね。おー、でしょ。今ね、ワンゴール、スリーアシストっす。おへへ、すごい。いや、敵合わせてる。あ、敵おばんざーい。これ41番は家長を意識してるとか。はい。はぁ俺のこととか知らんやろ。知ってます。知ってんの？はい。せや、なんで？僕、茨城なんでずっとガンボ見てる。お、そうなの？知ってます。嬉しいな。どういう風になっていくんですか、これから。これから、うん、まあ、まずガンボで活躍して、うん、で、まあ、最終的に、まあ、海外でやるっていうのがちっちゃい時から。いいなぁ、いいなぁ。まあ、そこ目標にやっていきたい。おばんざーい。いい、これはこれ伸びる。おばんざーい。何歳？34です。お、結構やな。雰囲気はいいんじゃない？うん、いいっすよ ね、新しいこと挑戦してるし。まあ、そうやな、ね、うん、あとはまあ、お前がどうするかやな。お前が引っ張る仲やろ。俯瞰してチームくん見る機会多いと思うんですけど、今、はい、どうですか？いや、けど確実にあのいい時間でもできてるし、ブレずにみんなやってるから、うん、まあ、よくはできる。ええやん。昔よりは、こつない。おいおい、こつない。こつない。おい、この腹筋こつないな。なんでなん。いや、もう、多分バズ知らんうちにスルンとやってますよ。そうなん。はい。ちょっとなんか見れへんの、腹筋。いや、そんなっすよ。こつ。いやいや、汗汗こんな。覚えようがいいやん。そっからやってんの？やらなかったなと思って。あのシーフが。そうそうそう。一人目なってますよ。50年以上やっちゃってる。えぐいな、お前。おばんざい。あ、いいね。おばんざーい。守備陣としてやっぱり失点をいかに少なくできるかというところが、うん、まあ、勝敗においては結構鍵を握ってくると思う。そう。常にこぼれ球大事やから。これが実況しながら見えるところですよ。はい、ここにはいつも座られてるという。今いないか。